私の年齢？いえ、あの、その話やめません？戦いの炎が消えないのはどこの世界も同じなのですね。一緒にこちらの世界に来たのが、よりによってマレウスとは。ウルイエってハイテクですよね。人の技術はどこまで行くのか。こちらの世界ではやはり従前の力は発揮できないようですね。私の力が必要ならば遠慮なく頼ってください。たとえセツナのように短い時間でも、共に戦場に立つあなたたちのために、この雷光で行く先を照らしましょう。行きます。嘘、こんなこと。今はあなたたちの道を照らしましょう。なんて無様を。すみません。そんな。私たちの世界とは全く異なる世界。これまで何度も突拍子もない状況に遭遇してきましたが、今回もとびきりですね。オールドワン、異界を半永久的に展開し続けるなんて、こちらの世界にもとんでもないものが存在しているようですね。あまり深く関わり合いにはなりたくないものですが。違う世界、違う術理の存在する世界なのに、歴史の大部分は私の知るものと似通っていて、ルルイエの技術には驚かされましたが、あまり異世界に来たという感覚はありませんね。私たちの世界のこと？死者の軍勢と時間停止と永劫回帰がぶつかって、最終的に女神様の世界になった。って言っても、わけがわかりませんよね。待ってください。待ってください。今のおかしいですよね。このゲーム、どうして崖を登ることができないんですか？そのせいで一方的に崖上から撃たれて、ゲームオーバーになったんですけど。今くらいの傾斜の崖なら、ちょっと体を鍛えた人間なら駆け上がることくらいできるでしょう。何勝ち誇った顔をしているんですか？いいですか？そもそもあそこに私がいたら、あなたなんて崖ごと一刀のもとに両断していますからね。こんな、もう一戦です。このゲームのルールは理解しました。人間の身体能力とは違う部分で行動が制限されるわけですね。であれば、その上で作戦を立て直すだけ。次は負けません。え？夕食？ちょっと待ってください。確かにそろそろいい時間ですが、まさか勝ち逃げするつもりですか？そのような真似、あなたに誇りはないのですか？何ですか？そのダダをこねる子供を見るような顔は。えい！その生ぬるい感じの目はやめなさい。あ、待って、待ってください、行かないで。このまま負けっぱなしは納得いかないんです。あと一戦、あと一戦だけでいいですから。この、こうなったら力ずくでも逃がしませんよ。この私の速度から逃れられるものなら逃れてみなさい。